ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年2月13日、午前9時34分、2時3時 EN のエリーラ・ペンドラさんらが、自身のチャンネルにて、セレン騒動についての試験を述べる配信を行いました。コミュニティノートで補足されているのですが、エニーカラーは、元セレンタツキさんの弁護士がエニーカラーに送った文章、他のライバーたちに送っているようで、それが、何がしかの個人情報保護法に違反してるとか言われているようなのですが、それは、ひとまず置いといて、発言を和訳したものをすべて読み上げていきます。和訳は、ちささんが公開されているものをお借りしています。エリーラ。こんにちは、エリーラ・ペンドラです。今日は、私たちの話を聞くために時間を取ってくれてありがとう。ボックスとアイクも一緒にいるよ。セレン・竜月の契約解除にまつわる出来事について、少し時間を割いてお話ししたいと思います。アイク。やあ、みんな。ボックス。こんにちは。エリーラ。前置きとして、私たちは、エニーカラーのスタッフ及びホームチームと話せることについて話し合いました。ですが、この状況は非常にデリケートであることから、共有できることに限界があることをご留意ください。私たちライバーも会社も、多大な影響を受けており、事態を深刻に受け止めています。これからお話しすることは、すべて、弁護士によって承認されたもの、あるいは、私たちの個人的な経験のみに基づくものです。お話しする前に、私たち2時3時 EN から、とても重要なことを明確にさせてください。私たち全員は、当事者に対するいかなるハラスメントを容認しません。2時3時 EN のメンバーで話し合った結果、この配信に、私のチャンネルを使用することを志願しました。さらに、この配信の数時間後には、たずみさんから、直接、この件に関する動画も公開されるとのことです。しかし、この配信で、私たちが口にするのは、私たち自身の言葉であり、私たち自身の感情です。私が沈黙していたことで、ご心配をおかけしたなら、まずお詫びさせてください。先月セレンの弁護士から、彼女がエニーカラーで経験したと主張する事例が記載された文章を受け取りました。問題の書類には、何人かのライバーの個人情報が掲載されていました。そして、それが、私たちの元に送られてきた時に、この情報が公開される可能性があることを知ったのです。その情報の中には、身の安全を脅かし、悪意を持ってさらされかねない危険なものもありました。特筆すべきは、この文書の一節が、ミリーとエナーと私の住んでいる場所を暗示していることです。ですが、ライバーたちの個人情報についてセレンが行った主張には、私たちが間違いだと判断するものもあります。自分自身の安全だけでなく、周りの人たちにも危険が及ぶかもしれないということで、この状況について話すことが怖いです。こうなってしまってとても悲しい。そして、今回のことで影響を受けたファンの皆さんに深くお詫び申し上げます。セレンが、カバー動画を非公開にするというツイートを投稿したとき、何人かの EN メンバーは、彼女に連絡を取り、本当に心配していることを伝えました。私たちは、みんな、この件について何も知らない状態だったので、状況を理解したかったのです。セレンが、私たちに、彼女の入院について連絡をした後、私たちは、すぐに、彼女やマネージャーさんと連絡を取り合い、安否を確認しました。彼女のマネージャーさんも、すぐに、緊急連絡先に連絡を取り、状況全体を通して、私たちにも最新情報を伝えてくれました。私たちの多くにとって、本当に辛い時間でした。正直なところ、他に何と言えばいいのかわからないけど、待っていてくれたことすべてに改めて感謝します。ありがとう。ボックス。ありがとう、エリーラ。本当に、本当にきつい時期で、みんなに影響があった。もちろん私にもね。まず、私は、セレンと経験したことについて話すために、この配信に参加している。知っていることの一部を提供することで、皆さんが、この状況を少しでも理解する手助けになればと思ってね。皆さんの多くは、この状況について、自分なりの見解や意見を持っていることは承知の上でだけど、そこでお願いしたいのは、私がこれから紹介する情報を、できれば額縁通りに受け取ること。この最近の状況は、セレンがツイッターで、彼女の最新曲のカバー動画が、スタッフによって非公開にされたと主張したことから始まったんだ。そして、彼女は、それについて、何の脈絡も理由も説明しなかった。
実のところ、彼女はミュージックビデオをチェックするためにリリース日より前にマネージャーに送るように求められていたんだ。これは全てのライバーが同意していることで、彼女のマネージャーさんはこのことを明確に彼女に伝えた。だが彼女はマネージャーさんにチェックする時間を与えずに動画を公開し、その結果非公開にする必要があったんだ。チェックが入って OK が出たら再び公開される予定だったし、マネジメントは問題ないことを確認した後は間違いなく彼女にカバー動画を公開させるつもりだったよ。2023年8月に行われたフォールガイストーナメントを含め、以前にもこのようなことがあったんだ。同年5月のポイスパックや同じく5月の衣装コンテスト、いずれもセレンはこれらのいずれかに取り組んでいたはずで、他の全ライバーがそうしているように、彼女にも確認事項についてスタッフとの明確なコミュニケーションが与えられていたはず。そしてその度に彼女は共同を拒否した。スタッフが適切に対応すると彼女はエニーカラーの評判を傷つけるような発言をする。このような状況が続き、私や他のスタッフは非常に動揺し不安になった。私たちはこれらの発言がグループとしての私たち全員を傷つけていると感じていました。だから私や他の何人かのライバーがなぜセレンに連絡を取り、彼女のカバー動画が非公開になったという最新の状況への対処について尋ねることにしたのか、この背景を説明できればと思います。あの時、私を含む何人かのライバーはセレンになぜあのような形でカバー動画についてツイートしたのかを不必要で不愉快だと思ったことを表明しながら尋ねた。セレンの弁護士によれば、彼らの主張はこの出来事の積み重ねであり、過去の経験の積み重ねがいじめや嫌がらせを受けたというセレンの告発につながったということらしい。ご想像の通り、これは信じられないくらい深刻なんだ。セレンとの交友関係を通じて、私はプライベートでも彼女をサポートし、チャンスがあればいつでも彼女が抱えているかもしれなかった問題について話すよう最善を尽くしたことを明言したい。弁護士からエニーカラーに送られた書類を徹底的に読み込んで、私が個人的に知っていること、セレンから聞いたことに基づいて、彼女の友人として私自身と他のメンバーはこれらの主張が完全に事実無根であると強く信じている。複数回行われた彼女の行動パターンに対する私たちの蓄積された不安を考慮すれば、私や他のライバーたちがこの件についてセレンに伝えた方法は極めて公正で合理的なものだったと自信を持って言える。私の意見ではこれはハラスメントの一種ではないと思う。またセレンの弁護士からの書類には、セレンが私の同意なしに私的な音声通話を密かに録音していたと書かれていた。その録音で私が具体的に何を話したか全く覚えていないけど、それが昨年の私たちのライブがキャンセルされた頃にしたツイートの話題に関するものだったことは分かってる。私が知っている限りでは、セレンはこの文書に基づき、スタッフが他のメンバーよりも一部のメンバーを優遇している証拠として使おうとしていたらしい。当時、私はスタッフから指摘を受けなかった。私があのツイートをした後、この問題をマネージャーさんに追及したけど、当時はこれ以上論争を引き起こしたくなかったので、触れなかったと言われた。しかし、誤ってルールを破ってしまった時にツイートを削除するよう求められたことは何度もある。このような場合には、ツイートするのを避けるべき時は謝罪して削除し、前に進むよう丁寧に伝えられました。しかし、ここで本当に問題なのは、私が信頼し、友人だと思っていた人が、私のことを秘密裏に録音していただけでなく、その録音が私の知らないところで、ほぼ1年間も保管されていたということだ。私たちの友情を通じて、このようなことが行われていたという事実に、私は本当に憤慨している。今まで、私は、セレンを先輩として慕っていた。そして、セレンと友達になれて、本当にラッキーだと思っていた。今、このことを話さなければならないこと、そしてこのような展開になったことを目の当たりにして、また胸が張り裂けそうだ。セレンがスタッフやマネージャーとの意見の相違について私にプライベートで話してくれた。私は彼女をサポートし、彼女が卒業したいと話した時でさえ正しいと思う選択をさせるために最善を尽くしてきた。文脈からすると、二次三次をやめることは常にライバーの選択肢の一つだ。もし彼女が事前に卒業を望んでいたなら、有効的に卒業するチャンスは何度も与えられていた。そして
セレンは何度も卒業するつもりだと言ったが、その後、すぐにそれを撤回した。例えば、彼女は、プリズムカップが開催される日に卒業すると言っていたが、ご存知のように、それは実現しなかった。彼女はまた、昨年の5月に、役作りに関してスタッフから度重なる警告を受けた後、私が言ったように、彼女は警告を受けただけで、それ以外のことは何も言っていなかった。私は、彼女をとても信頼していたし、彼女とエニーカラーの関係について、彼女の中途半端な、もしくは事実と異なる話を聞いていた。そのため、彼女に代わって、私は、強い怒りを覚え、私は、真剣に彼女と連帯して卒業することを考えました。そして、今、私は、当時の強烈な思いが、省略された文脈と虚偽から来たものだったと知り、改めて胸が張り裂けそうになった。私は、自分自身に信じられないほど満足している。そして、これほどまでに辛い時であっても、私はそれ以外には望まない。だから、セレンが私の友人であったこと、そして、このように、私や仲間のライバーを傷つけたことについて、私が、今どう思っているかに関わらず、彼女がしようとしたことは、決して軽んじられるべきことではない。私は、ライバーたちの心の中で、何が起こったのかを知った時のことを思い出す。そして、その時、彼女の無事を祈ったし、状況の結果がどうであれ、今もそうしている。私は、純粋にセレンが成長すること、そして、私や他の皆さんが、それぞれの方法で癒すことができる限り、彼女が、自分の健康に気を配ることができる安全な場所にいること、それだけを望んでいる。この配信を見ている君たちへ、どうか彼女を放っておいてくれないか。いかなる種類の嫌がらせも悪質で非常識であり、このコミュニティに居場所はありません。私が言いたかったのはそれだけだ。ありがとう。エリーラ。ありがとう。アイク。ありがとうボックス。最後の締めくくりをする前に、少し短いですが言いたいことがあります。こんにちは、アイクです。まず最初に、適切な言葉を見つけるのが難しかったらごめんね、と前置きしておくね。僕は、今、ちょっと思考がまとまらないんだ。とても長い間、僕は、セレンを、配信内でも配信外でも、二次三次 EN の良き友人として思っていた。僕たちはいつも本当に仲良くやっていたから、エニーカラーがセレンの弁護士から書類を受け取ったと知ったときは、とてもショックだった。この文書の中身を知ったとき、個人的には信じられないほど悲しくなった。その文書の中で語られたことが、僕が友人と呼ぶその人物の口から発せられたものだと知り、ある意味傷つき、失望した。僕たちの友情全体を見直すきっかけになっただけでなく、まず、根本として、その文書には僕たちが間違っていると思うものや、僕たちに悪影響を及ぼす情報がいくつかあったから、本当になんて表現したらいいかわからなかった。この1週間の沈黙は、みんなにとって、本当に辛いものだったと理解してる。どうか安心してね。僕たちは、この件について、何が言えて何が言えないのかを理解するために、とても、とても懸命に努力してきました。僕たちは、二次三次 EN の中で共有できることをできるだけ分かち合いたかったんだけど、オンラインであろうと、オフラインであろうと、何かに参加したいと思う人がそうする機会を持てるよう、誰もが常に努力しています。そして、僕たちは、ファンの皆さんに、安全で楽しい環境を提供できるよう、これからも、最大限の努力を続けていくよ。そして、最後に、繰り返しにはなるけれど、どのような形であれ、関係者や一般的な人に対しても、ヘイトを撒き散らさないでください。このような時だからこそ、僕たちに、状況の追加情報を求めることなく、私たちの活動を継続することをお許しください。現時点では、弁護士たちの問題です。また、この点を超えて、この問題について話し合うよう、僕たちに圧力をかけないようお願いします。それ以外のことに関しては、エニーカラーに連絡を取ってください。以上です。皆さん、時間を取ってくださりありがとうございました。エリーラ、来てくれてありがとう。ボックス、ありがとう。これにより59万7000人だったエリーラさんの登録者数も、58万3000人と 1.4 万人減少。騒動前からだと、トータルで 2.3 万人減少しました。当たり前やん。バカなことしたもんだね。さて、ここからどうやってホロライブになすりつけようか。大体、裁判で決着つけるべき部分を、こうやって表に出してどないすんねん。どうしようもないわ。
通貨ライバーがやるな。それにクソ長いわ。あらかじめ発言をまとめてから配信せえや。この配信に対し、元セレンタツキことドキバートさんは自分の配信を中断し、ペニーカラーに送った文書はペニーカラーとの裁判とのもので、他の関係者に見せることを想定してないとツイート。これに対し日産寺 EN 公式は調査のために必要な箇所だけを共有した。赤線の部分ですが、当社ライバーはペニーカラー株式会社から共有される情報に関して守秘義務を負っていません。したがって当社ライバーが行うストリームで公開される情報については法的問題はありませんと、衝撃の内容が記載されています。んなわけあるか。何これ、翻訳の問題。海外の人もこの赤線の部分には大量にツッコミを入れていますし、これを否定するコミュニティノートまでついてますので、そもそもの文章からおかしいみたいですね。それで余計に炎上したと。盛大にガソリン撒きましたから、そりゃ燃えますよね。さて、この動画はここで終わります。内容の検証や辰巳社長の動画についてはまた次の動画で取り上げます。以上、ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も見てくださいね。